12月15日、国分グループ本社株式会社から企業版ふるさと納税として100万円が寄付され、贈呈式が行われました。国分グループ本社株式会社は伊沢町発祥の大手食品メーカーで、国分亭の前が来年12月19日に開催される三重松阪マラソンのコースになっていることもあり、企業版ふるさと納税として100万円が寄付されました。寄付を受け取った竹上市長は、松阪市と日本橋のつながりというのは相当あるなと改めて思いました。今回ふるさと納税で支援をいただくことに感謝しますと話しました。贈呈式には松阪市のふるさと納税返礼品にもなっている松阪産エスカルゴの缶詰を国分グループとともに携わった株式会社ネーブルジャパンの浜岡正美社長も同席し、これまでの取り組みを報告しました。寄付された100万円は三重松阪マラソンの資金として活用されます。今回やっぱり国分グループ発祥の地ということで、松阪市さんに寄付すること自体については、社内外の方にとってもですね、非常に分かりやすいと思いますし、でそこに加えて初のフルマラソンを松阪市さんとして大きく、取り上げられるということで、非常に地域の活性化につながるというふうに思いますし、おそらくそこには食が絡んでくるんだろうというちょっと思っておりまして、そういったところに納税を通じてこう貢献できればなということが、我々の会社としてですね、非常にあったということで、今回の機会をいただけたのかなというふうに思っています。はい、企業からの支援もあり、三重松阪マラソン成功させたいですね。